さあまずはですね、新成人の皆さんのプロフィールを VTR でご紹介したいと思います。永井剛さん、1991年10月21日生まれ、20歳。永井さんは調理専門学校を卒業後、去年4月パンパシフィック横浜ベイホテル東急にキッチンスタッフとして入社。西洋料理を中心としたワールドワイドな料理をブッフェスタイルで楽しめるオールデイダイニングカフェトスカで働く社会人1年生です。山畑香織さん、1992年1月17日生まれ、20歳。山畑さんは幼い頃からの夢である看護師を目指し、現在横浜市立大学医学部看護学科に通う大学2年生。1年次では共通教養と看護基礎教育を学び、2年次となって去年キャンパス内にある市大附属病院で初めての本格的な看護実習を体験しました。国吉勇輝さん、1991年9月24日生まれ、20歳。ハマっ子ならご存知、横浜 DeNA ベイスターズのピッチャー国吉選手です。時速150キロを超す速球を武器に、去年10月ジャイアンツ戦でプロ初勝利。今年最も有望視されている若手投手です。といったわけで、もう三者三様の皆さんですけども、ね、お仕事がね、もう全然違う、ね、ジャンルが違いますから皆さん、ね、皆さん、あの毎日一生懸命ね活動されているのを私ちょっと今見せていただいたんですけど、私がね二十歳の頃は、企業でね、あの事務の仕事してましたね。はい、18であの高校出てね、そしてそのまま仕事場に入っていったんですけれども、久保さんは成人の時どんなことをしてらしたの？僕はもう二十歳の時はもうお笑い、19でお笑いの世界に飛び込んだんで。そうなの、お笑い芸人なんですよ、こう見えて。こう見えてってまさに見えますよね。いやいや、そう、当時のちょっと写真がちょっと持ってきたんですけど、見てもらっていいですか？これなんですけども、可愛いっていうか、あんまり変わってない感じ。変わってないですか？あ、はい、ところで私のね、20歳の時の写真、これです。一応あるんですか、20歳の時の写真？はい、一応あります。うわ、かわいい、ちょっと。ありがとう、負けてない。かわいらしい。あ、そう、ありがとう。もうよく言われるんですよ、全然違いますね、今とって。いやいや、全然面影はやっぱりありますよ。もうね、この頃はそうね、あの仕事をしてね、あとお休みの時はお友達とこうやってちょっとした小旅行なんかして楽しんでた。旅行先の写真かな。そうですね、これは、はい、あの皆さんはこの道に入られる時ね、とても夢を持ってらしたと思うんですが、どんなことを考えてらしたのかしら。自分やっぱりちっちゃい頃から、料理作るのが好き で食べるのも好きで、それで高校ぐらいになった頃から就職考えて、でどうせなら人の役に立つことで、調理好きだったんで、料理で人を幸せにしたいなと思って、はあ、はい、素敵ですね、この職業を選びました。はい、山田さん、私は母が看護師をしていて、小さな時から母に憧れて、私も看護師にちょっと憧れていました。娘、素敵ですね。でもあれでしょ、結構あのお母様はこう帰りが遅かったり、夜勤とかあるんでしょ、看護師さん。母はあの老人ホームじゃないですか、デイサービスの看護師をしているので、時間帯はそんな長くないんですけど、いろいろな方とお話しして、すごく楽しそうに仕事してるのを聞いていて、私も人と話していろんな人のことを考える仕事がしたいなと思って、はい、看護師になろうと思います。ね、今勉強してらっしゃるんですね。あ、これ素敵ですね。国吉さんはどうですか？そうですね、僕は小学校2年生から野球を始めたんですけど、その頃はちょっと漠然と、野球が好きでやってたんですけど、そうです、高校ぐらいになってから真剣に野球をやりだして、で、どうせ目指すならプロに行きたいなと、でずっと考えてて、で高校卒業の時にドラフトでベイスターズに入団できたので、でそれからずっと頑張ってます。おめでとうございます。はい、で今のね、道を選んでですね、とても良かったなと思うこととか、またいや、ちょっと思ったより大変だったっていうようなことはありますか？ちょっとそれもちょっとお伺いしてもいいかしらね。はい、やっぱり嬉しかったことは、自分が作った料理をお客さんが本当に美味しそうに楽しそうに食べているのが
と嬉しいですね。はい、私が看護学科に入ってよかったなと思うのは、みんなが大体看護師になりたいと思ってきているので、うん、その人その人で人間に対する考え方とか人に対する考え方が違って、それをみんなで話しながら勉強していくことができるので、うん、自分の考えがすごく毎日毎日広がっていきます。ちっちゃい頃からの夢が叶ったのがやっぱり一番嬉しかったことですけど、やっぱりその分その世界に入ってみると、まあ、外側からでは見れなかったのプロ野球の厳しさだったりとか、まあ、毎年毎年入れ替わりがあるので、その、まあ、チーム内の競争もいろいろあるんで、そういう部分は本当に大変です。でもね、私も長いことそのずっと仕事してきましたけどね、やっぱり想像しているよりも飛び込んでみるとね、すごい高い壁があるんですよね。でもそれを一つ一つクリアしていくと、今度はね、何でしょう、心理的にね、そういう問題が起きるとね、なんか楽しみになってきますね。それはね、こう克服していくこう経験を積むとね、じゃあまたチャレンジしようって気になるんですよ。だから多分ですね、仕事が何でもスムーズにいったらね、そんなの楽しさないかもしれない。だからいいんですね、困難なことがあった方が自分が鍛えられるし、本当成長するんですね。この20歳の皆さんはそういうなんか僕らとやっぱ感覚が違うと思うんですよね、うん、例えば休みの日の過ごし方とか、うん、趣味とかあります？なんか自分なんかはやっぱり料理作るのも作るのも食べるのも好きなんで、こう店自分で探してで食べに行ったりとか。ずっとちっちゃい時からクラシックバレエやってたんですけど、もうそれをやめてしまったので、うん、趣味っていう趣味はなくて、今はバイトが趣味みたいな感じになっています。僕の趣味は、うん、野球選手っぽくないんですけど、うん、500円玉貯金もっとなんか、ちょっと500円玉貯金、それです。買い物とか行って、本当にちっちゃなものとかでもいいんですけど、例えば150円とか、まあ、650円とかの買い物をしたときに、なるほど、どうやって500円玉をもらうかっていうのが結構楽しいんですけど。でそれ貯めて何か買おうとかあるんですか？いや、ただ貯めるのが目的でちょっといっぱいになった時の達成感をちょっと味わいたいなと。なるほど。今30万円の箱なんですけど、あ、満杯になったら30万、30万があって50万があって100万があるんですけど、今30万から始めてで50万に次行って、それだったら100万を貯めようかな。スケールがちっちゃいわな。